こんにちは。先日とってもね、お得なことがあって、YouTube の方でつぶやくことにしました。またね、湯沢屋に行ったんですよ。そうしたら、見てください、この値段。これね、1袋10玉の値段なんですよ。もうね、見るからに網にくそうなヤンばっかりなんですけれども、持ってけ泥棒状態ですよね、これね。なんで、喜んでね、いっぱい買ってきました。そうして、ふんだんに使って、横が約120センチ、縦が約150センチのね、大きなミニブランケットを編んだんです。使った玉の数はね、49玉で、なのにヤーン代がね、3400円ぐらいだったんですよ。信じられないでしょ。で、ちょっとね、どんなヤーンかお見せしますね。なかなかね、これ定価じゃ絶対に買えないヤンなんですけれども、イタリア製なんですよね。で、ベルクリアンさんのこれ高級な糸ですよね。ベルクリアンさんもなくって残念なんですけれども、この、糸の素材はポリエステルとナイロン、とってもね、肌触りがいいんですよね。ほんと信じられない。10玉で300円、10玉で300円、1玉30円ですよね。でね、こんな感じなんです。ね、ループがあって、でね、これほら収縮するんですよ。ちょっとね、面白いでしょ。ご予算少々なんで、こんな高級な糸をね、買えるなんて夢にも思っていませんでした。次は、ワールドフェスタのエンジェルモール。これはそんなにね、珍しい糸でもないんですけれども、普通のね、モールヤーンです。でもね、980円、10個入り、100円ショップの1玉よりも安い。なので、しっかり1袋買いました。黒もあったんで、黒も1袋買いました。モール糸は糸と糸がちょっとね、滑りにくいんで、ちょっとね、編みにくいかなっていうのもあるんですけれども、しっかりしててボリュームを出してくれるのと、お値段で OK としました。次はこれまた、ベルクリアーンのエアリーソフト。これがまたね、面白いヤンなんですよね。で、見てください。10個で780円。1つが78円ということですね。とってもね、肌触りが良くて、やっぱり、ポリエステルとナイロンですね。これがどう面白いとかというと、こんな感じになってるんです。運動会の旗みたいでしょ？っていうかね、若い人からするとガーランドって言うんですみたいな感じなんですけれどもね。でね、これをこのモールヤンとこうやってね、合わせて使ってみたり、これ単独だとちょっとね、細すぎるんで、他の糸とこう組み合わせて、いろんなちょっとこうニュアンスを変える感じで使おうと思って、買ったんですね。で、先ほどの、なんだっけ、ノブレッセね、とこうやって合わせてみてもいいし、で、あとこの、モコカフェなんですけれども、モコカフェもちょっと使ったんですが、で、こんな風にモコカフェと合わせてみたりとか、あと、なんだっけ、これ、決め玉じゃなくって、真っ黒クロスケのね、ちょっとね、グレーがかった感じ。これもほら、見てください、300円ですよ、300円。1個100円の、もうなんかモコカフェがものすごい高級品に思えちゃいますね。1個30円です、これ。これがまたね、とても手触りじゃなくて手触りがよくって、で、ちょっとね、グレー系、モノトーン系で、色をね、集めてみて、で、これとこれを合わせてみたりとか、これとこれを合わせてみたりとか、もう固有名詞が出てこないんで、みんなこれなんですけれども、と、これとこれ、なんだっけ、ブノレッセ、ブノレッセ、ね、と合わせたりとか、この、こんな感じでね。あと、このモールヤーンと合わせてみたりとか、
こんな感じ。なんかもうこんな高級な糸をもふんだんにもてあそべて、もう超贅沢な気分ということで、このね毛布を編んでるんです。ミニブランケット、これ以前のね膝掛けの編み方と全く同じです。でね、これをだいたい2本取りで編んだりとか1本取りにしたりとかして、でグラデーションをつけてるんですね。最初黒のモコカフェから始めたんですけれども、でこの辺が1本取りのモールヤンですね。でこの1本取りのモールヤンの前、手前のこの辺ですね、この辺はこのガーランドとモールヤンを合わせたんですね。でこの中で、このモールヤンの部分が一番太くってしっかりしていたので、これに合わせてかぎ針も選びました。10ミリのジャンボ針です。でこういう細い糸も2本取りにして編んでいくと、全然ね大丈夫でした。で交互にね糸を取り替えてグラデーションをつけました。で、作り目の長編みなんですけれども、つい先日の、動画の方でちょっと説明したんですが、ベロンってね伸びてしまったんですね。で今回はその後だったんで、ちょっとね編み方を変えました。編み方自体は全く同じなんですけれども、長編みの底辺にくる鎖編みの部分を緩めに編むっていう風にしていたんですけれども、ちょっとねもしかすると緩すぎるのかもしれないんですね。で、まあ、これ人それぞれにもよるんですけれども、で私の場合ちょっとねきつく編む方だったんで、緩め緩めって気をつけてたんですが、もしかするとねそれがちょっと緩すぎて、今度はね緩すぎてしまってたみたいなんですね。なのでちょっとね本当にスッとかぎ針が通る程度に、調節してみました。あまり大げさにクイッてやらないとですね、まあ本当にね人によって違うと思うんですけれども、こういう感じにスムーズにかぎ針が動きます。この程度ですね。これでやってみました。そして長く編み上がった感じでこうポーンってね置いてみると、やっぱりねこう内側にカーブするんですね。でこれはダメって言ってたんですけれども、こう一旦こうキュッと引っ張って、で弾力性もあってこう伸びますよね。伸び縮みもして、で突っ張ってなければこれで OK かなっていう感じですね。これ引っ張ってもこうカーブするようでしたら、それはね絶対にきついと思います。でもねこうやって、全然ベローンともしていないし、内側にカーブしている様子もなくって、収縮性もあります。これがね多分一番いい状態だと思うんですね。編み方には人それぞれ個人差があるのと、糸もそれぞれ違うので、様子を見ながら調整してみてください。ちょっと画像の色が良くないんですけれどもね、見てくださいこれね、ふわふわなんですよね。やっぱりナイロンなんで、とてもね肌触りがいいです。厚みもね適度にありますし、本当にね贅沢で、これはね以前編んだミニブランケットが近所のご主人用だったんですけれども、うちの、ご主人くんが、僕のはっていうんで、またもう一枚編んだわけなんですね。ということで伊沢屋さんのおかげで大変贅沢させていただくことができました。またねヤンも余っているんで何か作ろうと思います。皆さんもね伊沢屋さんの近くに
行くようなことがあったらぜひ覗いてみてください。多分ね、お買い得な毛糸が見つかると思います。以上、皆さんとシェアしたかったつぶやきでした。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。それではまた。